豊明市公共施設巡回バス。豊明市公共施設巡回バスは、愛知県豊明市で運行されている、コミュニティバス。愛称は、ひまわりバス。名鉄バス地流営業所が、委託運行しており、1号と2号と3号がある。1号、2号、3号とも経路の異なる、A コースと B コースと C コースを、連続して運行している。一乗車は100円で、 豊明市内在住の場合、中学生以下と、身体障害者手帳、療育手帳、生死に障害者保険福祉手帳系帯者とその、付き添い人一人は無料。2012年までは65歳以上も無料であった。豊明市役所を起点に運行しており、1.2号と3号は、前述の4カ所の停留所で相互に乗り換えることが、できる。ただし、 1>, 1日の運行本数は1.2号は7本、3号は5本と異なるため乗り換えは不便。名鉄バスと同じ経路を走る区間もあるが、停留所の間隔が約300メートルと短いことと、大半は大回りとなって時間がかかるため、競合にはなっていない。市内を走る名鉄名古屋本線への連絡も考慮、されておらず利用しづらい。 1>, 1号2号3号とも専用のバスは1台ずつのみで運行されており、検査や故障時などは、名鉄の小型バスが代走する。2007年度の利用者数は139,652人で、前後駅と市役所を結ぶ1号 A コースの利用者が40%以上を占める。愛称となったひまわりは、豊明市の花であり、未来に向けて、 公共施設を回るとの意味が込められている。バスの車体に描かれているひまわりのイラストは市内にある靴掛け中学校美術部の生徒によってデザインされた。1999年11月2日に運行が開始された時は日、日金、土曜日の週4日運行だったが2001年4月3日に火曜日引く土曜日の週5日運行になり、 2004年6月1日に、年始を除き毎日運行となった。2006年5月1日より、市内、若王子地区の小学生が、靴掛け小学校まで、ひまわりバスによる通学を始めた。約4キロメートルの道程を1時間かけて、徒歩通学していたのが、ひまわりバスを利用することで15分に短縮されたという。運行本数は、 さほど多くないため、帰りはこれまで通り徒歩による下校となる。2010年10月1日に路線再編が行われ、新たに複数のバス停や路線が新設された。2013年1月4日よりもう1台増車され、3路線の体制となった。3号用車両のデザインは公募によって決定された。2019年4月1日に、 再び路線再編が行われ、二路線両回りの体制になった。両路線は前後駅で当日1回に限り乗り継ぎできる。この再編で、靴掛け、大久札地区、大脇地区、馬べ地区からは、ひまわりバスがなくなったため、ちょいそこが代替交通機関として機能している。2011年2月11日より何かを導入した。ただし、 ひまわりバスは、名鉄バスの直営路線ではないため、乗り継いでも割引されない。マイレージポイントもつかない。本数はコースによって異なり、1日2から5本、運行されている。各コースへは別コースから、連続運行される。ありがとうございます。